はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ツイッター等で、お知らせしている通りですね、今僕はタイの方に遊びに来ています。で、今日はですね、そのタイの宿泊しているホテルの方から、この後信長の野望、過去の作品全部やるシリーズ企画の信長の野望覇王伝の方の収録をね、やっていきたいなと思っています。で、まあ、せっかくタイに来てるんで、ちょっとねホテルからの眺めをご覧いただいているんですが、今現地時間の朝7時になります。まあ、いろいろ昨日の夜ですね、本当にいろいろあった後、まあお部屋に遊びに来てくれてた人たちを送り出した直後のちょっと変なテンションなんですが、早速ね、ちょっと外を眺めていたら、多分ね日本人の方だと思うんですけど、ものすごくね朝から、ドライバーをぶん回してる方がいらっしゃいました。ここですね。こんなにね朝の早い時間から精力的にゴルフの練習をするのは日本人ぐらいでしょうということで、僕自身はねちょっとゴルフはやらないんですけど、この方にもねぜひぜひ、タイのステイを楽しんでいただければなと、まあ勝手ながらそのように思っています。じゃあこの後早速ねハオデンの方やっていきたいなと思うんですが、まあちょっとね、まだ初日昨日タイで、しかもバードストライクとかがあってですね、ちょっと飛行機が遅れてしまったというのと、あとそれに伴って現地に着いたのが少し遅くなってしまいまして、ホテルに向かう道も大渋滞に巻き込まれて、昨日ちょっとあんまりアクティビティをこなせていないので、動画の中でねちょっとタイの内容を、すごく詳しくお伝えするっていうのは難しいかなと思うんですけど、写真を何枚か撮ってるのと、あと、そのタクシーの車中からの様子、車窓をですね少し、撮ってますので、そちらの方も特に作業フェーズに入った時にはワイプか何かでね抜いて出したいなと思いますんで、お楽しみにしていただければなというふうに思います。ではこの後引き続きハオデンの方をお楽しみください。はい、ではここからですね、早速プレイの方していきたいと思います。今ご覧いただいているのが、ハオデンの方の、まあ、いわゆるオープニングにあたるところですね。信長公ですかね。はい、では早速オープニングの方をご覧いただきましたので、プレイの方に移っていきましょう。で、まあ、新しく始める、セーブデータを読み込むというのがあるんですが、もちろん新しく始めるでやっていきましょう。で、プレイ内容を決定してください。シナリオが1551年、1568年、1582年という3本、用意されています。で、モードが理知的、好戦的で、レベルが初級、中級、上級で、大名人数、これはプレイヤーの数ですかね。で、他国合戦を見る、に見ない。なんですが、まずシナリオなんですけど、この信長の野望を過去作品全部やる企画シリーズの中では、一応ですね全国制覇をするのはすごく時間がかかってしまうというのもあって、基本的には信長でプレーをして、二条城もしくはその山城の国京都を抑えるっていうところまでを一つのプレーの目的にしてますので、そういう意味だと1551年の一択になるのかな。1568年だとどうだろう、もう上洛をして、足利義昭を報じている頃に
なってしまっているんじゃないかなという気がするので、そうなると必然的にその選択できる年代というのが限られてきてしまう感じですかね。まあ1551年でプレーをじゃあしていきたいと思います。でモードが理知的か、まあ、好戦的かというのがあるんですが、まあ、ここはちょっと理知的でやってみましょうか。覇王殿はね、昔プレイはしていたんですけど、もはや完全に忘れ去ってるというのもあるので、ちょっとどこまでねしっかりプレイできるかというのもあるので、そこはしっかりやっていきましょう。で大名人数はもちろん僕一人です。で今回先ほど冒頭話したようにタイの方に遊びには来ているんですが、ミガミックスではなくですね、スポーボーさんという別の方と来てるんですけど、まあ、ちょっとねその方まだ朝早いというのもあるし、もちろん収録の方に声もかけていないので僕の方でやっていきます。で多国合戦はもう見ません、サクッとプレイの方していきましょう。で大名ですね、ここはさっきお話した通り信長でプレイをしていきます。こちらですね。改名しますか。いやあの信長でいきましょう。ここはじゃあこれでプレイの方開始していきましょう。まあこんな音楽だったな。そういえば信長様、畜産を増やす様に米を売るが上策と存じます。誰やねんっていう感じですけどね。これ誰なんでしょうね。いきなり進言してくれましたけど、じゃあちょっとね状況から見ていきたいんですが、勢力でいうと今足利義輝が有効が70もあるのか。なるほど。であとは見ておきたいのは所領とか見ておきたいですね。清須城と鳴海城にそれぞれ8人ずつか、それなりに数は揃ってる印象ですね。であとは家臣は一応見ておきましょう。誰がいるのか。この時点だと平手正秀、平手正秀は信長の森役だった人ですね。あとは常ちゃんとかいますね。信光、信友、森重、あとは勝家とかはもういますね。あとは長秀、あと川尻秀隆、まあやっぱり武将はそれなりに揃っている印象ですね。では早速ですね、まあ周りはあの徳川、あとは北畠あたりに囲まれてると思いますんでやっていきましょう。まず内政で開発からやっていこうかな。気合がそれなりに溜まってないとダメとかなんかそういうのありましたよね。なので1ターン目はむしろスキップしちゃった方がいいのかな。ここは1ターン目はサクッと送っていきましょう。でこのあと冒頭話した通り、作業ゲーのフェーズに入ったら画面の右あたりにワイプでいろいろ出していこうかなと思いますので、ちょっとねそちらもお楽しみにしていただければと思うんですが、まずはちょっと軌道に乗せましょう。体制開発、信長が気合が10まで溜まったので、じゃあ早速開発をやっていきましょう。信長は99になりました、
じゃあこれで送っていきましょう。基本的には気合が10を超えたら命令を実行していきましょうか。で開発と、徴兵訓練をバランスよくやっていきましょうかね。おお、終わりも見事にダメージ食らってるな。清洲城は台風の直撃を受け死者倒壊、それに準じる混乱と大混乱に陥っていますってなってますけどね。さあ、じゃあまずは10以上になっている、人材がいるかを見ていきましょうか。開発でいうと平手正秀が12になってるな。じゃあ正秀にやらせていきましょう。今が何月かっていう問題もねありますけどね、5月か、収穫が9月とか10月とかそのあたりだったと思うので、それまでにある程度しっかりとやっておきましょうかね。上洛するためにはまずは周辺の諸国を切り従いつつ今川を相手にしている余裕は多分ないかなと思うので、鳴海城は今川への抑えとしておきましょうか。じゃ あ今度は軍事の方を見ていきますね。でまずは兵を雇っていきましょう。何人徴兵しますか。これは15,000人。お金がないっていうね話にもなりますけど、1500人でしたね、1万5000人ではなく。じゃあ次は商業。おうわー、畜産が足りないって言われたか。畜産は確か毎月入ってくるはずですよね。そしたら開発、うわ開発もできないって。いやお金使いすぎだな。しょうがないですね。じゃあこのまま送っていきましょう。ターン一応動画の方は1時間前後で、終われるように頑張ります。このペースだとかなり不安はあるんですけどね、途中あの作業フェーズに入ったら少しね早送りとかもしていきたいかなと思いますので、1時間前後で終わってくれるんだなぐらいの緩い感じで見ておいていただけるといいかなと思います。お、ここで秀吉が士官か。いやー秀吉が来てくれると嬉しいけど、どうなんだろう、この1551年の時って秀吉ってもうこんなおっさん面だったんですかね。お、コロクも来たな。カズマスも来たか。人材がどん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 集まってきますね、信長のもとには。カズマスは戦闘面、コロクも戦闘面でかなり役に立ってくれますよね。で秀吉はおそらく万能なキャラになってると思うんで、ちょっと能力値だけ見ておきましょうか。せっかくね優秀な家臣団が揃ってますからね。で画面の下の方にいるのがカズマスですね。戦闘が80か、やっぱり高いですね。まあ勝家の92が群を抜いている感じはしますけど、で秀吉は、うわぁ、地望と采配が高いですね。あと野望も93。これはかなり期待できますね。まあ、信長はもちろんね、強いにせよ、やっぱり戦力的にはだいぶ整ってるなっていうね、印象があります。じゃあ、お金が多少入ってきてくれないと困るんで、しょうがない米を売りましょう。まあね、やっぱ米を売るしかちょっと手立てがないですからね、今すぐその金を得る有効な手段としては。兵糧ちょっと売りましょう。ここは思い切って
100ほど打っていきましょうか。で、打った成果を早速商業と等々に当てていきましょうか。商業が上がれば自然的に入ってくる金が増えますからね。バランスよくバランスよくやっていきましょう。短期決戦になる分、本当にバランスを欠くと上落することが不可能になる可能性があるので、やっぱ軍事で訓練、訓練はね、やっぱ勝家にやらせるのがいいんじゃないかな。あ、そうか、勝家はここの所属じゃないのか。そしたら戦闘力が高いのが森さんですね。で、訓練度が100になったんで、まあ、お金もあるし、ここはひたすらに雇っていきましょう。つねちゃんにお願いしましょうかね。で、やっぱりお金がないといけないなっていうのが早速分かってきたので、割合的にはそうだな、商業に徴兵1開拓1ぐらいの割合でやっていきましょうか。で、やっぱり政治とかその地望が高い武将にもちろんそのやらせてった方がいいかなという思いはあるので、ここはね、信長らしく分業制にちゃんとしていきましょう。おう、金がもう足りなくなったか。17になってる。いやー、厳しいなこれは。いや、そんなことは分かってるんだよね。そしたら、まあ、ちょっとここはね、一気に打開するためにいきなり軍事作戦に出ていきましょうかね。で、どこを攻めるかですが、今攻められるのがここはどこ？六角か。六角攻めましょう。六角攻めてさっさと上洛しましょう。で、誰に求めるかというと、ここは道山かな、稲葉山城。そうですね、実行しましょう。信長自ら同盟軍の派遣の要請をしていきます。お、当家自慢の猛者を使わすと言ってくれてるので、これは期待できそうですね。さあ、誰を出陣させるか。信長、戦闘力の高い武将をね、中心に出していきましょう。秀吉、あとは数正、まあこれくらいでいいかな。分散してしまうんでね、あの人数を多くすると。で、足軽を信長のところに、そうだな、2000人ってことですかね。そうなると、で、秀吉のところに16で、カズマスのところはもうちょっと雑兵で我慢してもらいましょう。兵士がいないんで。で、どうしようかな。騎馬が3、鉄砲が10か。ちょっと足りないな、すべてが。配備率がちょっと悪いですよね。信長の軍勢に関しては 50% 鉄砲が、秀吉に関してはどうだろう、4分の1、5分の1以下ですね。
長老は150ぐらい持たせておけば十分でしょう。1万1100かで、六角軍が9000、まあ、力攻めするとだいぶ消耗しそうな、そんな感じかな。ちょっと敵の様子を見ると、ここに六角勢が控えてるんだな。よし、では早速ですが、ガシガシ進めていきましょうか。ちょっとしばらくは委任しちゃいましょう。兵を進めていくだけになりますからね、最初のうちは。城の近くに行くまではもう委任でバンバン進めちゃいましょう。今すごい雨降ってきてるな。この道沿いに行かずに行くんだな。街道沿いを進んだ方が絶対早いんですけどね。じゃあちょっとここは、お城の近くというか敵の本陣かの近くに行くまで進めちゃいましょうかね。はい、では城の方に近づいてきましたし、数正率いる増兵隊がガモ勢をなんと捕らえてくれるっていうね、主君を挙げてくれましたので、ここから、レギュラーのスピード、ノーマルのスピードで見ていきましょうか。
ここはもう敵を取り囲んでガチャ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 やるだけなのかなとは思うんですけども、さすがに軍勢の数がちょっと多いですね。敵の方は一体あたり総大将が7000近い軍勢を集めているので、これをね、まあ少しずつ少しずつ削っていくっていう感じになりそうですね。じゃあまあちょっとね、こっから皆さんまだしばらく退屈してしまう時間が続くと思いますので、早速、ワイプの方をじゃあ抜いていきましょう。画面の、端っこの方にね、まずはじゃあその空港の様子とか、あと空港からタクシーでホテルに向かってくる、まあ、街並みの様子とかをね、少しご覧いただきたいなと思いますので、ちょっと僕の方はプレイの方継続させていただきます。だいぶ敵を追い詰めてきましたね。ここに来てこのままもっともっと減らしてから城の方に、籠城戦の方にね、城攻めの方に入っていきたかったんだけど、いやーもう城に取り付いた体にしてほしいな。ここはまた夫人のところからなんだな。これはどうだったっけな、城を攻めるときは一つの城門から多分行った方がいいんだろうな。変にね、何個も城門を突破していくよりかは。城門の数でいうとこっちが少なそうですね。1、2を抜けて本丸ですよね。で逆に下から行くと1、2、3個城門を突破しなきゃいけないので、基本上から行きましょう。で下からはカズマスに任せますか。うん、カズマスじゃなくて斎藤勢に任せますか。で斎藤勢はおそらく下からこのまま行くでしょうね。行きましたね。で織田勢は上から行ってほしいので、ちょっと最初城の近くに行くまでは例によって引入しちゃいましょう。うわ、下に行ったね。やっぱり上から行ってほしい気もしたんだけど、みんな下から行くか。まあ、ただ斎藤勢がサクッと城門突破してくれるんだったら下から行くでもありですよね。斎藤勢が兵を失ってくれて代わりにこっちが軽く突破できるんだったら全く問題ないですね。織田軍の兵を失わないっていうのが一番の目標というかね、あれにはなってきますからね。まあ、やっぱり城攻めは大変ですよね、兵を失うんで。鉄砲いっぱい持ってるとやっぱりそのこっちへの攻撃力っていうのかな、そういうのもねやっぱり高そうですからね。秀吉は戦略的に撤退させた方がいいかもしれないな。秀吉が捕らえられたりするともったいないからな。ちょっと秀吉は200を切ってきたあたりから撤退させましょうか。さすがに信長を狙ってくるよね。
今だと1回の味方の攻撃で1減らしていっている感じがあるので、26残ってるんで、あと26回攻撃しなきゃいけない感じだな。で、一旦に4体ずつ、まあ秀吉はもうすぐ撤退させるので、秀吉の分を引くと残りの攻撃回数というか攻撃部隊が3人で、あと8ターン送っていかなきゃいけないのか、結構しんどいですね。しかも兵の減りが思ったより早い。大丈夫か？先に敵の上兵をゼロにする方が早いかな。そしたらこの感じだと、1万いた兵がね、もう信長側としてもだいぶ減ってきちゃいましたからね。雨とか降ってくれるとね、逆にいいですよね。こうなってくると、そしたら敵の鉄砲の攻撃は少なくとも退けられますからね。ああ、秀吉が捕らえられたか。ちょっと撤退させるのが遅かったな。観音寺を取ったら、いよいよ上洛への道が開けてくるはず。さあ、残りの耐久が11、兵も100まで減ってきてますけど、もう100まで減ったら降伏してほしいよな。さあ、信長がちょっとまずいことになってきてるので、ちょっと一旦信長を下げましょうか。ちょっと信長様が危ないので、信長を一旦下げましょう。観音寺を取りましたね。観音寺を。秀吉はどうなったんだろう。帰ってきてくれたのかな。六角軍蒲生貞秀殿登用しましょう。三雲も登用しましょう。六角軍か。これ六角のあれですもんね、棟梁的な扱いですもんね。これは斬首だな。切り捨てる。尾張の国主、まあ、ここはね、やっぱ信頼できる人間にするか、それともやっぱ信光信友あたりのしっかりとした親戚縁戚類にするか。まあ縁戚だろうな。ここは信光に任せましょう。さあ、観音寺に移りましたんで、このあとね、どうするかっていうのをちょっと戦略的に見ていきましょう。豪商が多分ここだよね。そうだね。なので、取り急ぎまた豪商に攻め入るための
兵を集めていきましょう。で、じゃあまずは人事で人材を集めていきましょう。人の移動は人事で、取り立て、隠居、縁組、任命、指示、論考、いや違うな。取り立ては取り立てるだけだもんね。三雲さんに取り立て命令してもいいけど、うわあ誰もいなかったって、まあそうなるよね。ちょっと待てね。そうなると、軍事の移動は兵よだよね。あ違う、呼び寄せだ。呼び寄せっていうのが今ありましたね。軍事なんだ、兵、武将の。数というか、ここからはまあ一つは56ぐらいしかいないかな。勝家をね呼びたいんだけどな。畜生をどれだけ輸送しますか。全然金持ってないじゃないか。まあ1でいいよ。50ぐらいはちょっともらっておきたいな。移動ってこれもしかして武将は移動しないパターン？本当にお金を1円と兵糧50だけ移動してきたパターンの可能性あるな。そうなるとどうしようかな。開発商業準権回収、今武将特に勝家とかをね呼び出したいなという思いで行ったんですが、これ解明はいいでしょ。威圧もわかる。朝廷って何なんだろう、ちょっと見てみましょう。実行可能な武将がいません。あ、そう、しょうがないね。それは暗殺とかありましたね。じゃあちょっと一旦送っていく前にお金が結構あることが分かったので、ここは軍事で雇っていきましょう。いや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 、これ信長にやらせた方がいいな。ちょっと一旦送りましょう。結局その有力な武将がやった方がお金に対する費用対効果がいいと思うので、なんとかね、もうこのままの勢いで御所まで攻め込みたいところなんですけどね。尾張国の信光に関してはだいぶ減らしているはずだし、かつお金もないので、まずは取引で米を売りましょう。再び全然米持ってないな。さっき輸送しちゃったからな。ペコリとしてくれてますけど。でこの上で軍事で兵を集めていきましょう。戦成就になっちゃった。上手な人にやらせた方がいいと思うんで。全然集められないな。これはちょっと割に合わなすぎる。やめましょう。もうちょっとやっぱり欲しいですよね。どうしようかな。このまま足利義輝を倒すっていうのが一番良さそうなので、まあ、ここは信光今何もできないな。一旦ターンを送りましょうか。ちょっともったいない気もしますけど。今川軍とかがね攻め寄せてきても困るんで。
なんとかね勝家を呼び出したいんだけどな。ちょっと一体14ぐらいやってみましょうか。でお金がなくなるんだよね。で兵糧は結構あるんで、兵糧を売ってまた金に変えていきましょう。兵糧に関してはそれなりに売れるので280ぐらい売っていきましょうか。でその金でまた徴兵をしていって訓練とかをやっていきましょうかね。まあ、訓練度はね高いに越したことはもちろんないので。深刻な武将不足に陥ってるからな。戦闘面でねやっぱ勝家クラスが欲しいですよね。戦闘力95円。何人、歩兵しますか。ここは50ぐらいも一気にやっていきましょう。でこいつらをしっかりと鍛えていきましょう。まあ、なんとかね、ある程度まとまった兵を御所攻略に送り込みたいですからね。で攻め込まれるとまたすごく面倒くさそうな印象があるので、攻め込まれる前に攻めたい。国主じゃないんだよね。どうやったら呼び出せるのかな。今欲しいのは繰り返しになるんですけど勝家が欲しいんだけどな。今の委任は誰に何を委任したんだろう。はっきりしないけど、まあ、ちょっとじゃあ一旦送っていきましょうか。勝家を選んで移動ができるかというと移動も何もできないね。ただただ画面を見るだけでした。さあそしたらもうここは一気果敢に攻めましょう。何をするかというと徴兵をしてマックスまで徴兵をして御所に攻め込みましょうか。94か、ちょっと足りないね。まあ4しかなかったですからね。気合が、仕事をするにあたっても気合が足らんということでね。さあじゃあこれで回戦していきましょう。5勝落とします。
同盟軍の要請もちろんしましょう。大垣城か、どんくらい出してくれるかな。3000ぐらいは出してくれないとちょっと厳しいよな。よし、まあまず来てくれるっていうのはね大事ですからね。まずは信長を出陣させましょう。あと数正、あと戦闘力の高い秀吉ぐらいかな。おー、それなりに軍勢の数は揃ってるね。最大8200号。いやー、ちょっとやりすぎだな。5000ぐらいにしますか。いや、でもなんかこれすごく心強いな。なんかクリアできそうな希望感が出てきましたね。で、数正に残りのを与えて、で秀吉には増票を増票5000与えましょう。申し訳ない、秀吉は増票で我慢してくれ。で、騎馬とかもうないに等しいな、これに関して言うと。1とかってなってくるとね、まあ、本来だったらやっぱりそのちゃんと持たせた上で、装備をね支給する方がより戦闘力は絶対高くなるとは思うんですけどね。さあ、これも最大持っていくとちょっとこの後がどうなっちゃうのかわからないんで、まあ、もちろんこれでね決着をつけるつもりではいるんですが、120ぐらい持っていきましょうか。おっとっと、ちょっとね操作性がいまいちなんですよね、やっぱり昔のゲームではあるので。あ、106までしか持たせられないって。じゃあ100持っていきましょう。10日で蹴りがつけられるのかっていう不安しかないな。なんか撤退させる羽目になりそうだが降ってるな、ここにも。これ多分雪ですよね。雪とか降られるとね行軍に影響が出るんで。わー、数でいうと結構拮抗してるな。まあ、ちょっとまた城の近くに行くまでは委任しちゃいましょう。で、ただ信長の精鋭5000の前に減り方もえげつないですね。赤い勢の旗の家の赤いが率いる軍勢の兵力、今一気に800ぐらい減りましたよね。信長もな、ちょっと迂闊だよな、後ろを見せてるからな。で、足利軍に対して信長の攻撃が、義輝がでも6300か、さすがに多いですね、義輝の軍勢は。これはやっぱり氏家勢をさっさと引き入れたいですね。
白攻めに持ち込めれば宇治勢を先方にできるんで。ヨシテルもいいところにやっぱ陣取ってるよな。本陣を引いてるのが山の裾野なんで、まあそこで動きづらくなりますね。赤い勢はもはやどうでもいいでしょう。問題は吉輝6000ですね。秀吉は増票5000を引き連れてるだけだからな。赤い勢はもうこれで朽ちて、で旗の勢、あ、赤い勢は八神城で退却したね、うん、で足利二条城の軍勢が4300、これは取り囲めば決着が早々につきそうな感じかな。できるだけ減らしておきたいですよね、その足利の軍勢を。そうした方が城攻めが楽になるんで。ああ、3000人の軍勢引き連れた状態で御所に退却されたか。こうなると結構ね、城攻めの方が手こずる感じにはなりそうだな。信長はちょっと後ろから行かせましょう。でむしろ数正に関しては最前線でバシッと決めてもらわないといけないん で、秀吉に関しては増票しか引いてないので、まあ速度が遅いっていうのがあるので、まあこれでいいでしょう。であとは牧前がどこに陣取るかな。ああ、いいとこ行ってくれるね。で足利の軍勢は減らして1100まで減りましたね。じゃあまた例によって近くまで委任で行ってもらいましょう。まあ、ここまでね、覇王殿ものすごい久しぶりにプレイしてますけど、やっぱりちょっと UI がね、もうちょっとサクサクっと進むようになってきてるのが最近の作品かなっていうのと、あとこの無駄に戦場の端から端まで移動するだけのフェーズがね、ちょっと、プレイヤーからするとちょっと面倒くさいかなっていう感じにもなり得るポイントにはなってきてしまうかなと思うんですけど、やっぱりこのスタイルは面白いですね。兵を動かして攻めるっていうのは、マップをもうちょっと短くしてもいいかなというのはね、ちょっともしかしたらあるかもしれないですが、堀から攻めたが、牧前は橋ではなく門でもなく
堀の中にダイブしていきましたね。なかなかできることじゃないぞ。そして秀吉の率いる増兵勢が士気が下がって19人離脱していったと言ってたけど、しっかりやってほしいな。ただ今見た感じだと二条城の耐久度がちょっと低いかなって感じがありますね。これもう9で今8ですよね。これはなんか攻略はしやすそうな感じだな。何が起きたんだ今。えいえいおーみたいなやつだけど、鼓舞したな、鼓舞。まあ秀吉の軍勢がね、士気が下がってるって話でしたからね。いやー、牧前本当に大活躍だな。さあ信長の軍勢も城に取り付いたので、まあ、ここからもう一気に減らしていけるでしょう。4まで、いやー4にならなかったか。ただ兵糧は10日分しか持ってきてないですけど、まあ十分ありそうですね。この信長の野望、覇王殿に関してはもう完全に金のゲームだな。いかに金を効率よく増やしていくか、でそれで兵を集めるかっていうのがポイントのゲームになりそうですね。ご覧いただいたように10日間あの兵糧があっても、まあ10日間しかなくてもって言った方がいいかな。全然戦えますからね。そうなるとやっぱり兵士の数、つまりお金になってくるかなって感じですね。で増兵に関しては見てもらった通り遅いし弱いし離脱するしっていうのがあるので、やっぱりお金を払って足軽を正規に雇うっていうのが一番手っ取り早い感じなので、そうなるとやっぱりお金ですね。さあじゃあとどめを刺しましょう。これで城の耐久はゼロになるはずだ。だ、増兵秀吉では無理だったが、最後はじゃあ総大将信長自らとどめを刺してくれ。よし、織田軍の勝利。ヨシテルをじゃあ滅ぼしましたね。お、藤高はどうだろう。豊志大だ。で和田さん、和田さんも豊京極豊
興味の特殊は、いやろくなやついないけどろくなやついないとかって言って怒られるけど、小六に任せましょう。はい、というわけで今回二条城まで、まあ約1時間ぐらいですね、かかって攻略の方してきました。いかがでしたでしょうか、覇王伝の方で。今回ね、覇王伝、信長の野望、過去の作品全部やるシリーズ、目標は二条城もしくは山城の国の制覇ということでね、無事、やってくることができました。で、明日はですね、引き続きこの企画のものをやっていきたいなと思ってまして、天正期の方をプレイの用意をしていますので、ぜひぜひ皆さんには天正期の方も、明日一緒に見ていただければ嬉しいなというふうに思います。で、引き続きですね、僕の方はタイの方で、しばらくね羽を伸ばさせていただきたいなと思ってますんで、でタイでどんな遊びしてるかとかね、そういった内容に関してはツイッターの方にいろいろ投稿してますので、お時間ある方、興味のある方いらっしゃればツイッターの方を覗いていただければと思います。でツイッターのリンクは動画の、概要欄の方に、貼っておきますので、ぜひぜひ、覗いてみていただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。